京都市営地下鉄、カラスマ線。カラスマ線は、京都府京都市左京区の国際会館駅から同市、伏見区の武田駅までを結ぶ京都市営地下鉄の路線である。ラインカラーは、グリーン。路線記号は、K。京都市発の市営地下鉄路線である。1981年、昭和56年に、北大路駅京都駅間が開業した。1八十八年、 昭和63年に、京都駅武田駅間、1990年、平成2年に、北山駅、北大路駅間、1997年、平成9年に、国際会館駅北山駅間と順次、延伸されている。北大路駅十条駅間は、カラスマ通の地下を通り、同市中心部を南北に貫いている。開業当初は4両編成で運行されていたが、 武田駅への南進開業後は全列車が6両編成で運行されている。武田開業の約2ヶ月後から近畿日本鉄道近鉄京都線との相互乗り入れを行い、当初は国際会館駅から新田辺機関で後に近鉄奈良駅まで直通運転区間が拡大されている。原ラス線内は全ての駅が将来の増結に対応した法務長となっている。 近年の京都への観光客数の増加と、比例するように利用者数は増え続けており、2016年度は1日、平均約27万人の利用があった。関西圏の地下鉄の中では、大阪メトロ未動筋線、谷町線に次いで3番目に利用者数が多い。京都市内の主要観光地のうち、沿線に所在するものは、京都御所、今出川駅、丸田町駅や、 東本願寺、京都駅、五条駅などにとどまっており、その他の主要観光地へは、地下鉄東西線や京都市バス、都バスなどの路線バス利用となることが多い。また、沿線には、以下の大学が所在している。線内を立会し運転のほかに、武田駅から近鉄京都線に乗り入れ相互、直通運転を行っている。二千十二年三月二十日改正ダイヤでは、 昼間時間帯は1時間に8本、7分30秒、間隔。船内折り返し5本、新都鍋駅直通普通2本、近鉄奈良駅直通急行1本が運転される。全列車が国際海間駅と竹田駅間を通しで運転しており、途中駅を始発駅、終着駅とする区間列車は設定されていい。船内折り返し列車は、 昼間は1時間あたり5本運転される。多客期、ゴールデンウィーク、行楽シーズン、気温祭、大文字送り日は増発される場合がある。京都市交通局の車両と走行距離を合わせるため、近鉄の車両も運用されている。駅の行き先案内や列車の方向膜に列車種別は表示されず、黒字でのように行き先のみ表示される。なお、方向膜については、 3200系には同様のものが別途用意されているが、3220系は列車種別表示を無表示にして運行する。近鉄京都線新田辺木発着の列車が昼間は1時間に2本、30分間隔運転される。列車の方向幕には行き先の左に種別が青字でと表示される。国際会館行きの場合でも、 種別表示のない船内折り返し用のものに変更されず、そのままカラスマ線に直通する。早朝に1本のみ、近鉄宮津発国際会館行き普通が運転されているが、近鉄宮津行きの列車はない。近鉄奈良駅発着の急行列車が、昼間時間帯に1時間に1本、60分間隔、朝にも国際会館発のみ2本、 と休日は一本運転される。カラスマ線内は各駅に停車し、近鉄線内は急行停車駅に停車する。列車の方向幕には、行き先の左に種別が、大台地で、と表示されるが、国際会館行きの場合は、武田駅到着時に種別表示のない、船内折り返し用のものに変更される。2000年3月15日のダイヤ改正で登場。 2012年3月20日のタイヤ改正前は昼間、時間帯は1時間に2本、30分間隔、運転されていた。今後、開業当初から運用している旧編成を、ATO に対応した新型車両への置き換えを予定している。2017年8月31日には、総合車両製作所が、高速鉄道、カラスマ線新造車両デザイン検討業務を一円で、 受注ている。近畿日本鉄道、油の工事通りは、高度集積地区に指定されており、活性化を期待して、武田駅から近鉄京都線と分岐し、横大寺付近までの 4.4km を延伸する、計画がある。ルートは、大手筋を経て、京阪本線の中小島駅と淀駅の間、付近までとなっている。近畿地方交通審議会。 国土交通省の諮問機関が2004年10月8日に中長期的に望まれる鉄道ネットワークとして竹田駅以南の延伸計画を投申した。2017年の京都新聞の取材に対し、市側は地下鉄事業に多くの借金があることを理由に工事着手は困難としている。さらに、宇治川を越えて南進し、宇治川南部に計画されている。 楽南新都市まで延伸する構想もあったが、近畿地方交通審議会の答申では、触れられていない。北端も岩倉地区まで延伸する構想があったが、こちらも近畿地方交通審議会の答申で一切、触れられていない。近鉄との連絡乗車券は、京都線の竹田イ南の各駅と奈良線、柏原線の一部の駅までしか購入できない。以下の駅は、 近鉄線や周辺路線などに同名の駅がある。鴨川を挟んで一駅分ほど離れた場所にある、京阪本線、大東線の駅と同名だった駅もあったが、京阪側が中野島線開業時に駅名を変更した。近鉄の並行区間に同名の駅が所在する事例もあり、近鉄の路線図の一部では小さく、カラスマと併記されているものもある。駅の案内サイン及び、 駅名表は開業時からの独特のものが使われているが、全社については利用客の多い駅では、駅中商業施設、こと地下開業に合わせてユニバーサルデザインに準拠したのに更新されている。なお、東西線で導入されたステーションカラーについては、カラスマ線では採用していない。2014年度、平成26年度から駅に可動式ホーム柵を順次設置している。 2014年度にカラスマ尾池駅、2015年度は市場駅、京都駅に設置し、2021年、平成33年度を目標に全駅に設置の予定。カラスマ線建設に先立って行われた発掘調査では多数の遺構が発見された。遺物の一部は開通時に尾池駅、現在のカラスマ尾池駅のギャラリーで展示された。 最大のものは旧二条城以降であった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。